SH-039 に不明飛行体出現。光学的測定の結果、目標は不可視。整列反応なし。測定不能。効果エネルギーが急速に増加。レベル A の判定。不明飛行体高度降下中。無人機動部隊出動。潜入するバルキリーを援護せよ。キアナ、急いで。はいはい。簡単に言ってくれるよね。
てきた。了解。キャラ奪還用意。キアナちゃんとおしゃべりしたら？キアナちゃんの頭の斜め上にあるポップをタップするとおしゃべりができるよ。
なればいいの。こんな簡単なクエストのために追い出さないでよ。これで大体片付いたわね。私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。任務をクリアしたよね。クエスト任務をいっぱいクリアしたらここで報酬を獲得しよう。班長、メイちゃんにケチっちゃダメだよ。刀には一番いい素材を使ってよね。ウェポンアップグレード。進化した武器はさらこれでオッケーだね。私のか、にゃんにゃん。バルキリー、メイ、参上。準備万端。作戦会議をしましょうか。バルキリー、メイ。気をつけてね。作戦会議をしましょうか。
ちょっと不安かも。そんな好き勝手して、せっせっけっせっせっ、対話ボタンをタップすると、何ぼーっとしてるの艦長。まあ勝利して当然だよね。何不満なの。教えてあげるね。キアナ、
目標発見、逃走した帝王型崩壊獣。でも艦長頑張ってね。
メイ姉様、キアナ、ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった、あなたも無事だったのね。メイ姉様。準備完了。走行準備が完了したよ。標準補給チケットを配布したよ。初申請が確認されたよ。申請開始。バルキリーちゃんが来たよ。レベル走行はそれぞれ。でも十分な経験値がないと強敵には勝て。経験値チップを使用する。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃって。経験値の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、サブスキルをここで。サブスキルのアンロックや強化ができるよ。